今回はね、えー、長野パルセイロ、あ、ご事件です。今回は長野パルセイロの身体性をタサポの視点から適当に見ていくということで、えー、まあ見ていきますか。これがジェイズゴールのインアウトなんですけども、まあもうこれはね、俺前からしてたんだけど、長野は今年すんごい若返りするっていう。だからね、こう、ベテラン選手の放出も、まあ引退ね、うん、ミスターパルセイロっていうのかな。引退も含め、結構出ていますね。まあ、津田とかもね、そっか。 J3 よりも下のカテゴリーに行ったのか。ああ、どうは。うーん。うーん。ね、三上が来た。はいはいはい。山田三角手なのええー。あ、二角手だっけあれ、どっか入ってなかったっけうーん、そっか。ああ、え <laughs> 二人いる。分裂してる。 そうだよね。そうそうそう。大宮、大宮に行ったよね、確かね。んあ、甲府に行ったのか。ごめんなさい。ちょっと頭がこんがらがってるわ。あれ山田、そうだね。甲府に行ったよね、確かね。うん。うん、なんか、で、まあそっか、新井とか、こう、明神とかも、この辺も引退、だ引退が多いこと。3人か言えて。まあでも多いよね。うん。ジェイズ・ゴール、この山田に関しては更新してなかったんだな、たぶん。 はい。まあ、結構ね、抜けてますよ、これは。うん。で、インの方を見ていきますと、これ、ワンって読むんだっけな確かなゴールキーパーだよね。誘うなんて読むんだオカ、あー岡オカね。はい。あ、松本からなんだ。え変わった。はい。変わったね、いい選手っすよね。ここ最近、頭角を表してますよね。 うんで、水谷ね。うん。なん、なんかこうね。ばーっとね。ここら辺で開花してほしいなっていう。応援してますね。で、三野と。まあ、去年熊本でいいアクセントというか。うん、選手。ね、結構、点も取ってた試合あったよな。なんかどっかの試合俺点取ってたの見たな、この選手。えー、小西。ああ、ユース出身。もう、ちょっと注目だね。三田、出た。 いや去年、八戸でだいぶね、ブレイクしてましたね。うん、一試合で3点、4点ぐらい取ってた試合もあったし、楽しみです。藤山。あミドルシュート上手い選手かな。広瀬。いやこれは頼もしいね。多分、監督、あれじゃないの一緒にプレイしてんじゃない <laughs> 監督と一緒にプレイおかしいか。ね、一緒のチームだったんじゃない、うん、大桃すごい。大桃海斗。木をかけいた。 新潟医療福祉隊。坪川淳介。んちょっとね、大学サッカー全く知らないから、牧野寛太。藤森涼知。<laughs> ちょ読み方がね、えー、吉田いぶき。あ、いぶきって名前結構多いんだね。藤田とか。ん大卒結構、1、2、3、4、5、6。6人大卒。はあ大卒って結構取るのにもお金かかるでしょ なんかあのすごいね。ってことは、よっぽどのなんか、あれじゃないのもう目利きを利かして、こいつはいける、こいつはいける、うん、6人いける、みたいな感じでスカウトが引っ張ったんかもしれないな。あ、うん、いやー、やっぱね、いや、このね、うん、他の J リーグのチームから入ってる選手見ても、やっぱ若い選手が多いなって思うし、まあだけど、広瀬,広瀬ってベテランじゃないなまあなんかこういう広瀬みたいなね、経験のあるような選手もちゃんと取っていると。 いうところで、いや、これは昇格期待できんじゃないので、選手一覧見てみるか。キーパーはまあ、1、16。この二人がまあ、ね、あれなんですかしし主軸になるんじゃないですかディフェンダー、浦上って選手が去年良かったんかなまあでも、広瀬がまあ、やっぱね、真ん中は務めることが多くなるんじゃないですかね。中心に。うん、1だとかね。 ま、カーターもね、J2 で経験してますし、ミッドフィルダーで言うと、そうね、セノーね、ここらでね、ちょっとバりシュってやってほしいですね。お、藤山とか8番とかね。あ、大卒じゃなかったっけこのーのカンター。9番。いい笑顔だな。点、ゴリゴリで点取りそうな感じがしますね。まあ、この9番渡されているところからも結構やり手なんだろうな、おそらく。うん。 10番、アズマ。アズマももう長野の顔になったなぁ。サンダ14か。ほうほうほう。かひろゆきね。はい、覚えました。しもり、りょうじ。ーん、若い。あ、そっか、木村ここにいるんだ。そうだそうだ。ねぇ、木村もねぇ、活躍したいね。10点ぐらい取りたいよね。 ああ、フォワード。いや、若いなーおそらく。<laughs> 顔で判断してるけど、若いなー多分。うーん、これはね、やっぱね、まあ今年に関してはどうなんだろう。いきなりハマったらすごいと思うでも今年ハマらなくても、これ来年あたりにさ、なんかね、琉球みたいに加速しそうじゃないこのチーム。 ほんと、野ってな、なんか土壌はもう完全 J2 クラスなのにな、もったいないって感じよ。やっぱね、どうしても <laughs>、するんですよね。あーん。なんか早くね、J2 上がってほしいなって、まあサポーターが一番思ってるだろうけど。で、ユニフォームが。あ。そっか、女子チームもあるんだね。レディース。うん、この V の感じで。なんか勝利、ビクトリーの V みたいな感じなんですかね。うん。 すごいね。やっぱほら、サポーターこんなにいるもん。やっぱこれは J3 クラスじゃないよなうん。まあなんか、長野パルセイロっぽい感じのユニフォームっていうか。やっぱ V は勝利の意味だよね。そりゃそうだ。うん。あダイヤ柄、ダイヤモンドのような強固な守備。なるほど。あ、コンセプトムービーとかも作ってんだ。 うん。AS チーム若干デザイン違うんだね。えー、なんか面白い柄だね。矢柄。うーん。着物、なるほどね。女性らしいデザインというところで。はい。いやー、選手一覧、もう一回見るか。誰に期待しよっかな。いやー、でもなんか顔で、顔でね、このやっぱ、さっき見たこの9番の、あ、ミッドフィルダーなんだ。 この牧野のカンタちょっと注目だね。いや、なんかこの優しそうな笑顔と裏腹に相手守備をゴリゴリ切り裂くようなね、なんかドリブルとかありそうな感じがする。身長何センチだろうなんかそんなでかそうじゃない ?168 センチ。そうだね。そんなでかそうには見えなかった。顔で身長ってなんとなくわかるよね。<laughs> なんとなく顔で身長わかるね。うん。 いやー、なんか若い選手多いから本当に覚えるの大変だな、こら。はい。だけでまあ、今シーズンの長野。ねえ。いや、J1、J2 でね、あの、長野ダービーだっけ新州ダービーか。いや、やってもらいたいけどね。うーん。はい。期待してます。ここら辺、うん。なんかやっぱこのチームから、今年誰か一人ブレイクしそうな予感が。 <laughs> プンプンしますね。めちゃくちゃ勘だけど。なんか誰か一人、古橋みたいにこう駆け上がっていく選手がいてもおかしくないな。うん、なんかそんな感じで目をつけとこう、それぞれ。はい。以上、えー、適当に長野がルポルゼイの新体制を見てまいりました。